地へ 99% ガス。バカにしてるぜ。そこまでだ。せこいで考えやがって。これで諦めると思うなよ。あれでもつらいよ。今日は見逃してやる。なんでもせんべいじゃないか。勘弁してくれ。それはさっき聞いただろ。俺様の時間を無駄にするな。ちょっと私の息子にそんな口聞かないで。一体何様のつもり。俺様はプランクトンだ。おばさん、お前の息子は鼻くそみたいな匂いだ。おい、俺の妻にそんな口聞くな。何考えてる。あんたは体重を落として痩せろ。それが俺様の考えてることだ。ちょっと私の孫にそんな口を聞くのはおやめ。あんたみたいなのは病院に行った方がいい。あんたみたいなのは箱に入れて川に流すべきだね、ばあさん。確かにそうかも、ま、恐ろしいほどいい出来だ。聞きたいか。